恋したら、いやそうそう、秋に恋恋早く恋、で今すぐに恋。今はベース音を弾いてもらってます。日が上がりました。にゃんはそいそい、いやそうそう、よそうそう、はい、高くなりました。これ1年前の予言、しげる兄さんが四弦三振でこんなこともできるよって言って作った三振です。でこれでですね、これで今度は歌口と馬に馬を変えたんですけど、今度これをやるとミージルが2つで、今度で三振、ここをずらすわけです。で今度はウージル2つけると三振にベースのウージルが2つ、自由自在、こんな感じで。でこれで今度は今本調子三下げ二上げの曲をちょっと弾いてもらっていいですか。水槽さん、あね、何もしないでぼんやりとテレビばっかり見ていると、のんきなようでも年を取り知らずにボケますよ。あたとびがやプルルンテントンあんやさやあね、プルルンテントンあたとんすいすいウェルカムと沖縄、メンソーレ沖縄、ハイサイグスヨチューガナビラ。久しぶりの投稿になりますけど、本当に2月になってから沖縄丸一日晴れてる日があったかなって思うぐらいずっと雨、そして晴れてるなって思ったら今もう曇りですけど、今にも雨が降りそうな天気、そんなことがずっと続いてました。ちょっと自分で言うのもなんですけど、ちょっと少し浜飛んど頑張ってるよっていうことを自分で感じないぐらい、ちょっと飛ばしすぎたらちょっと、何十年ぶりだろう何年ぶりだろう、風邪をひいてしまいました。いつも風邪をひかずに三振を引こうと発信してる私が、本当にちょっと今の風邪流行ってますので、鼻すそうそうしながら、でもやっと体調も良くなってきたので、そろそろまた、3ヶ月前に沖縄ユンタク放送こんなイメージで開局ってもう発信して、あれから3ヶ月余り経ったので、いよいよそのイメージもだいぶ、いろんなことがイメージしていたことが、予言していたことが、ちょっとリアルに現実に、近づいてきたので、そんな動画も紹介していきたいなと思います。その中で、1年前に予言していた四弦三振、どんどん進化して新しい形になってきました。それもこれも、まあ、四弦三振を手にして独自に、いろんなことを開発して研究して音を作っていろんなチューニングをした人たちがいたおかげで、私もどんどんヒントになって参考にして、四弦三振だけど三振、
4弦だけど3弦とか、4弦だけど、2弦風にとか、4弦だけどいろんな弾き方ができる、4弦だからいろんなチューニングができるとか、そんな映像を少しですけども簡単に紹介して、またちゃんとでき、一応あのデザインが決まりましたので、歌口と馬を工夫しただけでいろんなちょっと可能性が広がるっていうところを、紹介したいと思います。そして本当にね、ずっと、こんな天気なんですよ。まあまだ今日は雨降ってないからいいんですけど、あのもうすぐパラパラっとちょっと雨が降りそうなんですけどね、本当に皆さん風が流行ってるようですね。私の前でも風邪気さんがすごく多いので、風ちょっと長引きますので、気をつけてくださいということで、四弦三線の魅力を紹介したいと思います。どうぞ。今本調子です。これ1年前にしげる兄さんがバンデレで弾いたので作りました。ちょっと具合悪いよこれ、でこれがもうちょっとこっちに、あ、そうですね、これ調整ができます。はいはい、馬調整して、で次これを今度はこっちに全部調整、こうもできてる、はいはいはい、こうもできるし、こうもできるし、これもやって単茶目弾いたらもう最高にいいわけです。これこれまたこうに三振だけど、あ、四振だけど三振、四振だけど二振、はい、半振半疑じゃないですけどね、このようにチューニングを合わせちゃえば。どうですか、4弦だけど2弦、4弦だけど2弦、チャイビがや、どうといびんどでこれをいろいろと書いて本調子弾いても面白いんですよ、うん、本調子弾いたら 6弦3弦みたいになっちゃうわけですね、イメージは。今はベース音を弾いてもらってます。はい、火が上がりました。にゃんはそいそい、よそそ。はい、高くなりました。
しまし、リアンはそいそい、リアンはそいそい。これ1年前の予言、しげる兄さんが四弦三振でこんなこともできるよって言って作った三振です。でこれでですね、これで今度は歌口と馬に馬を変えたんですけど、今度これをやると見え汁が2つで、今度で三振ここをずらすわけです。で今度はウー汁2つつけると三振にベースのウー汁が2つ自由自在、こんな感じで。でこれで今度は今本調子三下げ二上げの曲をちょっと弾いてもらっていいですか。三振ちゃんじゃありません、コムちゃんです。コムちゃんです。三振によく似てるコムちゃんです。はい、撮影終わったよ。